この後どちら行かれるんですか。どんぐり行きます。あ、どんぐり、葛西のどんぐりですね。はい、そうです。こちらね、はい、葉月さんも行ったことがあるっていう、はい、どんぐり、どんぐり大好きですよ。あ、そうですか。ちょっと何回も行ってるんです。あ、じゃあお願いします。はい、行きますか。どうぞどうぞ。いやー、佐々木さんと葛西の街を歩くってのはおっかないですね。そんなことないですよ。今の葛西はもう昔と違ってめちゃめちゃ治安いいですからね。あ、本当ですか。はい、東京都23区の中でもう1、2を争いますからね。お疲れ様です。お疲れ様です。はじきさん、また今回もよろしくお願いします。今日も主催出てて、すいません。いや、そんなことないじゃないですか。よろしくお願いします。はい、ですね、まあ、今年も2020年、22年、はいはい、もう押し迫ってきました。で、まあ、今年の振り返りではないんですけど、はい、まあ、最後ぐらいちょっと、思い切って、喜怒哀楽。はい、頭きたこと、すげえよか、嬉しかったこと、はい、これだけは言いたいってことをそれぞれに簡単にちょっと語ってもらって、はい、今年を締めようかなと思ってます。あ、はい、なるほどね、はい、でも今年1年は、はい、ありがたいことにムカついたことは多々ありましたけど、でもそこをあえてこう口出して言えるほどそんな頭きするようなこともなかったですね。おただの、なんだろう、ちょっとこう YouTube やってみんなよくこう顔が優しくなったってコメントでもよくありますけど、これ多分カメラに撮られてるから俺という人間が優しい顔を作れるようになったのかもしれないです。そうですかね、その辺はよくわかんないですけど、ね、そうですね、そこはちょっと俺も自分でもよくわからないですけど、じゃあその YouTube をやって、まあ、好き好んでやったことではありますけど、まあ時にはね、時間を束縛されて嫌な時もありますけど、でもまあ全部ひっくるめてこの約2年近くそろそろなりますけど、まあ YouTube やっていっぱいいろんな人間と知り合えて、いろんな出会いがあって、いろんなことがあってすごく良かったなと思います、はい、でもその中でもドラゴンっていうネームバリューがあって、まあ俺には後輩しかいないですけど、まあ、その中で来た人間でお題かけてくれとか顔出さないでくれっていう人間もいっぱいいたし、はい、まあでも俺の場合はほら当時あんまりその技術もなかったし、まあかけるかけるかけるって言いながら出てましたね、出したりとかしてない、はい、まあそういうことでなんかもうなんだろう、もうコメントなのでね、当初最初のうちに出てきたそのドラゴンのその人に出してほしい、もう一回って出てきてほしいって言うけど、みんな決して俺も含めてみんなメディアそんな好きじゃないから、はいはい、それをまあ俺のチャンネルであって俺が出したことによってそれ俺に対してどの炎って言ってこないっていうだけで、だから人間って俺は本当に今日まで思うことは、何かを得ようと思ったら何かを失って、何かを失うんだったら何かを得られるし、人間 100% は全てパーフェクト全部こう手に入れることはできないから、その中でうまく自分で本当に何が大事かを見極めていく年齢にもなったし、そういう時期にも来てるのかなと思ってます。なるほど、佐々木さん自身そういうふうに、自覚というか理解してたんだと。そうですね、分かりました。はい、だから要するに佐々木さん 何やっても一生懸命突き進んじゃうんでしょうね。そうですね、だから YouTube やった以上は、はい、何でも撮ってやれと思うだろうし。そうですね、まあ、行き過ぎた部分も当初最初の頃はあったってことですか。反省点ですか。はいはい、そうですね、まあ、全体として今年という1年だったら、まあ、悪くなかったって感じ。そうですね、はい、あの葉月さん先日出てきたばっかりで恐縮ですが、はい、まあ、今年の大半は中にいたっていうわけですよね。で後半やっと出てこられた、はい、まあ、とはいえ今年ちょっと振り返ってください。今年ですか、はい、まあ、俺的には今回横浜刑務所入って本当に良かったと思ってる、はい、全部プラスになったと思ってる。佐々木さんは刑務所なんか人間行くとこじゃないって言いますけども、俺はもう懲役行く前は本当にもうよれちゃってどうしようもなかったんで、はい、だからもう今回本当と自分を取り戻すとして、やっぱり俺は男の世界、やっぱ不良の世界、人間が好きなんだなっていうことにもう一回気づいたんで、自信を取り戻したのと、あとやっぱ佐々木さんとこうやって話をできるようになったことがすごく嬉しくて。ありがとうございます。そしてなんだろう、ドラゴンって、はい、
悪の組織だと思われてるじゃないですか。まあそうですね、まあまあ、イメージが反社とか、まあ、準暴力団の代表的なものじゃないですか、はい、そうです、そうです。ところが佐々木さん、ドラゴンの元始まりって佐々木さんは犯罪集団を作りたくてドラゴンを作ったんじゃないんだかと思ったんですよ、うん、あの本を読んで、はい、そして佐々木さんと今話して、ただ佐々木さんは同じ境遇のやつを守りたい、その絆、一緒に喧嘩、初めて喧嘩に行ってくれた方がいるじゃない、ただその絆がドラゴンの元始まりなんだってことを今 YouTube とか佐々木さんがやっとメディアに出て本を書きましたよね。それで少しドラゴン、俺はドラゴンじゃないですけど、ドラゴンは単なる悪いことをするために、犯罪集団、犯罪を犯すためにできたものじゃないんだっていうのを、はい、なんかこう今年になって知ることができたんで、はい、それはすごく、はい、よかったと思います。ありがとうございます。はい、もうこのお二人の漬け取ってわけじゃないですよ。いやいや、でもこのお二人の対談がこの何ね、この数ヶ月実現したっていうのは、そうですね、まあ YouTube のね、はい、こうおかげでもあるわけですよね、はい、こういうのがないとなかなかね、そうですね、あえてっていうのはないと思うんですけど、はい、わ、はい、かりました。佐々木さん、はい、さっき全体的にはいい年とおっしゃいましたけど、ちょっと気になるところで、はい、その怒りもあったと、はい、まあ、例えば自分の現場、はい、これあんまりな人の名前とかを言う必要はないですけど、はい、まあカテゴライズ的にアウトロー YouTube の佐々木秀夫チャンネルって言われてきましたよね、はい、で今そこから違うものもやっていこうとか、はい、いろいろ試行錯誤されてますけど、はい、この YouTube の世界はどうですか。まあこうアウトロー YouTube 界をちょっと語ってください。今年アウトロー YouTube 界っていうよりも、うん、いろんなこう YouTuber が出てきて、はい、元アウトロー YouTuber とかいろいろとこう言われてますけど、最終的にまあみんな消えつつもあるし、一回ちょっとブームになって人気もありましたけど、はい、最近だとこうなんだろう、この元アウトローでって言われるには口先だけだな、うん、YouTube で悪口言って終わりだな、そうじゃなくて、その、まあ、エンタメはエンタメとしてやって、相手がされる側がすごく嫌な気持ちになったら、もうエンタメを取り越してただのビジネスやって、ネットを通してのいじめであると俺は思うんですよ、うん、なかなか。でもまあ一般のリスナーさんとかは、昨日今日参入してきて、昨日今日真面目になりましたって言われたからって、じゃあはいそうですかっていう、まあまあ最初はちょっと興味持ってもらいましたけど、ここからも根気よく自分で好き好んで始めた YouTube を、普通のリスナーさんが受け入れてくれたら、やった甲斐があったかなと思いますね。その佐々木さんの YouTube に何度か出ていただいて、葉月さん、まあ、葉月さん自身は自分で YouTube をやるつもりはないっておっしゃってますけど、いや、ないですね、うん、今の佐々木さんの発言を受けてどう思われますか。 YouTube、アウトロー YouTuber、そこで頑張ってる佐々木さんっていうのをどう見てますか。俺的には、なんだろう、佐々木さんって なんだろうな、雲の上の存在の人だったんで、はい、伝説しか知らなかったので、こんなに懐の広い人だったんだなっていうので、まあ、なんだろうな。ちょっとびっくりですよね、はい、いや私この1年ぐらいちょっと司会たまに手伝わせていただいて、佐々木さんのなんていうか悩みというか、こう常に戦ってきたのは、今おっしゃられた葉月さんが、佐々木さんは雲の上の存在で、ドラゴンっていうミステリアスな存在の中の初代ボスだったと、それをこう下界に降りて気さくに喋るとかっていうのが納得いかない人たちもいるっていう部分でしたよね。それでも佐々木さんは自分で決めた、 YouTube やるぞって決めたことで、もう周りのことを気にせず頑張って自分の貫いてきた1年だったと思うんですよね、はい、いかがですか。そうですね、はい、まあ
いろんな意見もこうただ耳に入ってきますけど、ただ自分もこうやるって決めた以上は、人の意見は大事にしますけど、あの自分と反してるその気持ちだったりその意見とかその進んでいこうとしてる道に対して、はい、こうちょっと日本語をうまく言えないですけど壁じゃないけど、そういうのはもうみんなこううまく乗り越えてやっていこうかなと思って。なるほど、わかりました。今年後半この葉月和弘さんが登場いただいてから、はい、なかなか私一視聴者として、はい、こうたまにお二人でこう語り合う感じがいいコンビっていうか、はい、見て楽しいと思うんで、はい、また来年もやっていただけますかね。いやでも俺全然構成する気ないんだよ。まだ懲役行くこともあるだろうし、それはもうやめてほしいよね、懲役行くことはね、はい、でもやっぱ俺ヤクザが一番かっこいいと思ってるんだ、はい、ヤクザ大好きだし、いや、まあ、できることは戻りたいし。あ、そうです。まあそんな葉月さんの今後も気になるところですね。はい、追っていこうかと思います。はい、そうですね。俺構成ってことは大っ嫌い、言葉が嫌いなんですよ、気持ち悪いんで。なんとなく分かります。構成っていう意味は、はい、今までがダメでそこからこう生き直すとか直すみたいな、ね、構成っていうのは俺アホだと思いますよ、はい、悪いことよりもっと楽しいことあるじゃないか、もっと楽しいことあるよ、それを発見するのがあれで、それは決して構成ではないと思います。分かりました。来年もよろしくお願いします。お願いします。